さあ、ギル戦争をやっていきますということで、まあ、久しぶりの動画でね、最近これを言うこと多いんですけど、ちょっとアプリゲーム熱がね、ちょっと落ちてまして、まあ、あと単純に忙しいっていうのとね、全然関係ないんですけど、ちょっと今日ギルドチャットでも話したんですが、1年ちょっと前に使ってたね、電話番号からさ、今の電話番号にかかってきてさ、ちょっと軽く衝撃でしたね。ただの偶然ですが。そんな偶然ってありますっていう、ね、ちょっと軽く衝撃でした。ちょっと恐怖すら感じましたね。ちょっと思うこともいろいろあってね、ちょっと感慨深い感じになっちゃいましたね。そして、なんかね、放送がね、昨日あったらしくて、まあ、今回はね、改善とかそういうアップデート情報あるっていう噂を聞いたんで、まあ、放送ね、アーカイブで見ようと思ったんですが、開いた瞬間、やっぱり一面だったんで、即閉じましたね。いやもういつまでさ、この親善大使制度続いてんすか。いい加減終わってほしいっすね。藤田さん短期か、河野真理か短期だったら見るんすけどね。それじゃない限りちょっと民営放送はね、見ることはないと思います。早く同好会放送はね、終わってほしいなと思います。そして、今回4月1日ね、何のキャラが来るかなと思ったところ、てっきりコラボかなと思ったんですが、まあでもね、まあでもグローバル版も普通にあると思いましたけどね。でもグローバル版に関しては、自分これからね、グローバル版のキャラは、ソウルメダルだと思っていたんで、ちょっと意外でしたね。こうなってくるとさ、ガチャさんのグローバル版とさ、ソウルメダルのグローバル版のさ、この住み分けってどうなってくるんだろうね。まあ、そこら辺はね、まあ、ここの上に行っても仕方ないですけどね。まあ、せめて、なんか推しキャラはさ、自分の中でイバラっていうキャラと、トゥームレイダーのキャラクターはね、グローバル版で来てほしいなと思ってるんですけど、それが、ソウルメダルだとしんどいなって感じかな。まあ、スターライトエレナね。まあでもグローバルの版の中では自分結構、まあ、キャラクターデザインもね、まあ比較的上の方にいるかなっていう感じではありますけど、まあでも言うてね、中の中くらいの感じなんで、キャラクターデザインね。まああんま欲しいと思わないんで、まあ一応ガチャはね、スルーする予定です。なんかさ、今年というかペルソナ以降さ、原演戦争にしたら珍しく、新規のコラボ全く来ないじゃないですか。もともとどんな感じでしたっけ？あんま覚えてないですけど。まあだからちょっとね、去年何があったかなってこの時期調べたんですよ。そしたら、去年はね、ファイナルファンタジー7の発表がここら辺だったみたいですね。まあということはやっぱりね、4月半ばに、このね、スターライトエレナが終わったらね、まあコラボの発表あるのかなとも思いつつ、最近ちょっとね、幻影戦争のさ、まあこの前の FF10 の復刻にしろさ、まあ今回のスターライトエレナにしろさ、ちょっと使い回し感がちょっとあからさまっすよね。この使い回しでちょっと引っ張ってる感感じません？スターライトエレナはグローバル版で来てるじゃないですか。FF10 はまあもともと来てた復刻じゃないですか。で、召喚獣のガチャも、バルファーレも、もともとね、3D のグラフィックとかできていたわけじゃないですか。新規の何かっていうのはね、ペルソナ以降マジで一個も来てないわけで。下手したらね、このスターライトエレナの後に来るコラボももしかしたら復刻な可能性もね、ちょっと感じなくはないですよね。言うてグミってさ、結構今業績やばいじゃないですか。まあ、自ら撒いた種だからね、仕方ないですけどね。これ何度も昔から言ってきてるけど、こういうクソみたいな運営してると、この幻影戦争だけじゃなくてね、この他のゲームというか、自分が運営している会社そのもののね、業績にもね、悪影響ですよっていうのはね、ずーっと言い続けてきましたが、そろそろ、分かってきたかな。まあ、後の祭りですけどね。ということでね、まあ、一応去年はね、ここら辺でね、ファイナルファンタジー7のコラボの発表があったんで、まあ、多分このスターライトエレナが終わり次第、まあ、何かしらのコラボはね、さすがに来ると思います。たださっきもそういう事情もあり、もしかしたら復刻の可能性があるっていうね。グミの内部が今荒れていて、開発がね、追いついてないみたいな、あるんじゃないかなと思うんですよね。だから何度もね、スケイニさんには言うんすけど、グミにも言うよ。早くね、再現あたりにね、ゲームをね、譲渡してくれるとね、嬉しいなって思います。まあ、月末はね、だいたいいつもね、月間売上ランキングみたいなのよく見るんですが、
まあ何度も言うけどね、ゲーム戦争はね、ほんとちゃんとやってれば、このモンストとかさ、そういう原神とかさ、ウマ娘とかさ、絶対王者たちの下くらいにはね、位置づけられるくらいのね、素材はあったはずなんですが、まあ、本当にね、残念だなって思います。だからアップデート情報はね、まあ、いつも通りいつものね、攻略サイトで一応まとめ見たんですけど、まあでも言うて、そんな新しい情報はなかったですね。まあ思ったより早く来そうな、代理機能、ギルバト代理機能。まああと新しい情報としてはね、フレンドメダルの送受信同時にできるっていうのと、出撃前にオーバルセット、キークエストを複数回分まとめて消費、ギルドクエスト一括スキップ。まあここら辺がね、まあ新しく加わったなって思って、本当にさ、ただ一個だけ本当に思うのが、モントの言うことはすぐ聞くんだなっていうね。これさ、国営放送でさ、モントが言ってましたよね。キークエストをまとめて消費させてくださいって。早いね。国王の言うことはちょっと早いっすね。自分は何度も言うけど、一番やってほしい改善は、ブレイブの相当ですからね。いい加減入れろ。もう2年半言い続けてるぞって感じですけどね。自分は普通にさ、育成集会とか、必ず育成枠はね、1枠、2枠、3枠くらいは入れるんで。今だとこんな感じですね。ユーナとクロヘレナ以外は育成枠ですね。セリス115になったんで入れ替えないと。だから必ずね、死ぬんですよ。まあ、必ずこんな感じでね、ブレイブは必ず下がっていっちゃうんで。これをね、いちいち探すのが本当に大変なんでね。まあ、やってくんないんでしょうね。自分はね、これを改善しない限り、この幻影運営はね、ずーっとディスり続けるんで。もう2年半行ってるんで。いつも通りね、お任せ編成の回収がいつも通りまだ書いてありますね。お任せ編成別にどうでもいいんですけど。ただ何でもいいけど、お任せ編成実装する前に、回収する前に、白磁の塔だけはね、開催するなとね。これはもう何度も言います。もう3回目自分これ言い始めてからもう白磁の塔3回くらい来てますけど。お任せ編成って白磁の塔のためにあると思ってるんで。マジでこれだけは頼むって感じですね。まあ、あとはなんか公式チャンネルができましたって感じか。言うて大した情報はないですね。まあでも最近ね、ちょっとね、自分が個人的に一番嬉しかった回収は、ユニットのかけら受け取った時に、かけらと指示でさ、バラバラに表示される長いのあったじゃないですか。あれがやっと回収されたのはね、個人的にかなりでかかったかなと思います。今年一番の回収じゃないかな、あれ。まああとはね、本当に何度も言うけどね、絞り込み関係ね。もうこれはもう3年以上前から言ってますが、これからのアプリゲームは、絞り込み機能を制するものが、長期運営のね、アプリをしていく上で、絶対に必要不可欠だっていうのは言い続けてるんでね。まあ今ね、いろんなアプリがね、ちゃんと絞り込み機能ね、やってくれてるんでね。ゲームセンスは全くやってくれないですけどね。まあそんな感じですね。まあ、たまにはね、ちょっと動画撮っとかないといけないんで。まあスターライトエレナね、すごくいいと思いますよ。見た目もいいし、まあ連続チェインもつなげられるんでね。光属性の連続チェイン。4連続攻撃。まあミッション達成とかね、そこら辺にはね、チェイン攻撃っていうのは大切なんでね。まあ光もね、だいぶチェインつなぎやすくなりますよね。こいつさえ加入できればね。すげえ、今見たらさ、魔法アタッカータイプって書いてありますね。てっきり普通に物理系のキャラクターだと思ってましたが、魔法アタッカーなんですね。まあ、すごく魅力的なキャラですが、さすがに近々コラボ来るって分かってる中でね、そもそも素材も全然ないですからね。もうビジョンカードもさ、覚醒できないビジョンカードがね、もうこんなに溜まってるんで。もちろんユニットもね、ギルドの兵舎にしろハードクエストにしろね、もう枠がないんで。まあ、そういうのもあって、さすがにね、スターライトエレナはね、自分はね、スルーしようかなと思います。配布のさ、単発チケット。あれ今年まだ一回も UR 出てないんで、そろそろ UR 一回ぐらいはね、出てくれると思うんで。それがね、今回のスターライトエレナで当たるといいなって感じですかね。まあ、いつもはね、ちょっと次のコラボは何来るかみたいに予想するんですけど、ゲームセンスはちょっと斜め上のコラボのが来るんで、なかなか予想できないですね。まあ、去年言ったね、普通に考えて8と13が可能性は高いだろうって言ってるんですけど、あえてそこを外してくる可能性は全然あるんで。
下手したらね、ファイナルファンタジーですらない可能性すらある。いや、でもさすがにファイナルファンタジーだと思いますけどね。いや、でももしかしたらあるよ。最近さ、あの、ブレイブリーデフォルトのさ、ブリリアントライツ、リリースされたじゃないですか。ブレイブリーコラボとかね、ある可能性はある。ブリリアントライツもね、個人的にはすごくね、いいゲームだと思うんですけど、完成されたね、比較的ね、ま、いろいろ問題点はあるものの、いいゲームだと思うんですが、ちょっとね、スケーニアプリのね、ちょっと歩んできた道があまりにも悪すぎて、まあ、スケーニの新規アプリっていうのはね、まあ、もうゲームの良し悪しに関わらずね、もうほぼ死亡確定してるんで、今度聖剣伝説来ますけど、やる前からわかる。まあ、仮にどんなにいいゲームだったとしても、死亡は確定しているんで、残念ながらね。まあ、そういう意味で、盛り上げるということを考えて、この前リリースされた、ブリリアントライツコラボ、まあ、ブレイブリーコラボ、もしくは、聖剣伝説がそろそろリリースされるらしいんで、聖剣伝説コラボ、あるかもしれませんね。まあ、どうでしょうか、そんな感じで。まあ、あとね、ギルドまた一人枠が空いたので、ギルド要項を確認してもらって、動画概要欄見てもらってね、一人だけね、募集しております。自動承認なんで、早物順なんで、まあ、一人入ってきては、一人放置して切るっていうのがずっと続いてますが。まあ、そんな感じで、どうもありがとうございました。